はい、こんにちは、つかつです。ということでね、今日もやっていきましょう。先日ね、もう12月になりましたけれども、もうね、なんか衝動的にね、あ、ブックオフ行こうって思ったんですよ。それで行ったらね、もうね、案の定ね、61冊買いました。いや、買いすぎだろっていう話でもね、ちょっと遠いところだったので、電車使って何駅か行ったところに結構でかいブックオフがあったので、もう一個ね、ちっちゃいブックオフもあるんです。で、その二つで買ったんですね、61冊ね。でもね、基本的には全部100円か、もしくは単行本とか200円でしょ、今のブックオフって。だから200円の単行本か、文庫本もね、200円のやつあったから、それ買ったんだけど、もうそれだけですよ。もう500円とかね、そういうのは買わなかった、今回。100円と200円の中で楽しんだっていう感じかな。で、今回の師走の衝動編61冊は、パート3まで分かれてます。パート3ね。パート3つありますからね。はい。ということで、まあやっていきましょう。来た本ね、まず最初これですね。買いましたよ。アン・ライスさんのヴァンパイア・レスタと上下巻ね。これ、扶桑社文庫で出てるやつなんだけど、これはね、この前、YouTube ライブをやったんです。もう何日も前だけど。その時に、このアン・ライスさんのね、ヴァンパイアシリーズが面白いんですよって言って、勧めてくれた人がいたんです。で、それで僕も調べてたんですよ。これ、ヴァンパイアシリーズ、アン・ライスさんの。そしたら、今回行ったでかいブックオフで売ってたんですよ。やったと思って。で、これを読んでみようかなと思ってね。僕結構、扶桑社文庫はそんなに買わないし、海外の現代作家っていうのもあんまりね、アプローチしてこなかったので、YouTube ライブとか、もしくはコメントとかいただいたら、僕結構その勧めてくださった本とかを見つけて、結構買って読んだりとかしようかなと思ってます。僕のやっぱテリトリーもあるからね。いっぱい本があったとしても、テリトリーがあって、やっぱり手出してこなかった領域とかあるから、結構最近はエンタメとかも全然読まなくなったから、そういうところをね、教えてくださったらもう読みます。バンバン読みます。で、もうこう買ってきますという話ですね。はい。続きましてこちらなんですけれども、これはね、M の世界、三田正宏なんだけど、まあ、この M っていうのが三田の M なのか、正宏の M なのか、もしくはマゾの M なのか知りませんが、これ表紙いいね。で、これは赤丸ですね。カーレ文庫。僕赤丸のカーレ文庫集めてるから、本当にこの赤丸ってこう赤い丸がついてるカーレ文庫ね。で、これ集めてるから、売ってたら即買いですわ。これ、三田正宏っていうのは、僕って何っていうので、芥川賞取った作家ですね。最近もね、書いてる気もするんだけど、やっぱり僕って何って学生闘争の時代だったから、ちょっと古めのね、作家のイメージはありますね。で、続きました。これね、本当に良かったよ。これ200円でゲットしたの。これ欲しかったの前から。これね、筒井康隆先生の驚愕の荒野。で、これは川出文庫なんだけど、この川出文庫の文芸コレクションのこれ古いやつなんです。一番古いタイプのやつなんだけど、これ文芸コレクションの初期のやつってこれ G しか書いてないのよ。G しか書いてなくて、菊池信義さんって書いてるじゃないですか。これは菊池信義さんがこう G だけのやつやって、これ筒井先生のやつね、これ珍しくなんか A 書いてんのよ。で、表紙もこれビーってなってるでしょ。なんかよくわかんない。これ斜めになってるし、これ A 書いてんの。で、これもね、菊池さんがやってんだけど、珍しいなぁと思って。こんなんあるんだと。で、これもね、こう、驚愕の荒野って書いてるけど、そのなんか、独特のフォントっていうか、多分手書きでこう書いてるし、こう、キラキラしてるんですね。これもやたらキラキラしてるでしょ。だからね、めっちゃ珍しいと思うの。古本屋でも、まあ、あんま見ないかなっていう感じなんだけど、これ200円で売ってたの。ええーと思って。この時のね、筒井先生、こう変なグラサンかけてるさ、中期筒井先生、こんな感じなんですけど。同じタイトルで、新潮文庫出てんだけど、この川出文庫のやつは本当にないです。こっちのね、新潮文庫はまあまああるかなと思うんだけど、こっち本当なかったから、やったと思って、買えてよかったと思って、今回これもう当たりなんですよね。続きまして、今回ね、この青い川出文庫めっちゃゲットしたの、やばくないですか。一冊ずつ紹介すると、これ、俵万智先生のチョコレート革命ね。これ持ってなかったんですよ。チョコレート革命。結構サラダ記念日もね、僕青いバージョンでは持ってないんですよ、実は。青いバージョンではね。だからこれもゲットしてよかったの。サラダ記念日欲しいと思ってんだけどね。で、続きましてこちらね、中上賢治のね、千年の由楽ですね。千年の由楽ってめっちゃかっこよくない？100年の孤独からイメージされて作られたって聞いたことあるんだけど、100年千年ってことですからね。中上賢治もね、やっぱり日本文壇のね、やっぱ重鎮って感じはしますもんね。もう亡くなられたけどね。で、続きましてこれね、平中雄一さんのシーズレインね。これね、前
大分旅行に行った時、りょうさんっていうね、お世話になった人にこれプレゼントしたやつあんだけど、プレゼントしたから僕持ってなかったんでね、改めて買いました、これね。よかったよかった。次こっち、これ山田栄美さんの風葬の教室ね。いやこれもね、結構ね最近見なくなった感じはするな。まあ、あるとこにはあるんだろうけどね。この青いバージョンの風葬の教室ね、ゲットしましたと。栄美もねいいですね。でこれもねやっぱ当たりだった。これ一箇所にね集まってました。これカモン七海先生のこの平野正門魔法陣っていうのと、九月小町東京魔法陣、大江戸魔法陣っていうやつで、なんかねカモン七海先生って僕そんな知らないんだけど、これ日本の風水を独自に解明した話題作みたいなのを書く人らしいんだよね。名前は聞くけどね、どんなの書いたかって言われたら僕あんまり知らないなっていう感じ。でも今回ねこのね川出文庫4冊揃ってたっていうのが良かったし、多分これで鴨七海先生の川出文庫はもう全部だと思うのね。で続きましてね、もうこれもパーッといっちゃうけど、これね黄色いな川出文庫ね。もうこの川出文庫っていうのは、こう赤丸っていうやつとこの青いバージョンと黄色いバージョンっていうのが、こう3形態基本的にはあるんです。でこれはねたくさんあるんだけど、この辺まで行くと古いのでもう絶版になってるので、この辺はもうねブックオフとかしか売ってないわけ。これね西加奈子さんのフルね、西加奈子さんもねさらばでね直木賞取りましたけど、フルの時はまだ直木賞取ってないと思うんですよね。でこれもねいい感じ で次これ恩田陸さんのブラザーサンシスタムーンっていうやつで、これも川出文庫と。これもよくね見るんですけど、まあ改めて100円で売ってなかったので買ってきたというところですね。これも表紙なんかかっちょいいね、なんか。で続けましたこっちね、これ菅敦子さんでさ、僕いまいちね誰か分かってないの、翻訳家なの。ミラの霧の風景で上流文学賞、講談社エッセイ賞受賞と。そうなんだよね、殺し屋書店の仲間たちとかベネチアの宿とかは名前よく聞くし、菅敦子全集というと川出から出てるのは知ってんのか。でもこう役もしてるよね、翻訳で。タブッキのインド野草曲が有名だよね、白水社優でやってるやつ。こちらね、世界一優しい精神科の本と。でこれ斉藤玉樹先生と、これ山登りって読みたくなっちゃうけどさ、大和らしいんですよね、大和博之さんね。でどっちも精神科医の人で結構有名な人なんですよ。斉藤玉樹先生は有名だし、大和さんはねクリーム色のさ講談社現代新書から本出してんの。拒食症かね、なんか過食症かのなんか話だったと思うんだけどね。でその2人がもう世界一優しい精神科の話をしてくれるらしいんですよね。あとこれね、本当の中国の話をしようね、これヨカさんかな。この前ね韓国のなんかなんとか種族みたいな、反なんとか対立種族みたいなやつがベストセラーになってるじゃない。 Amazon もね1位とかになってたの。 YouTube のさ動画でさ、あの動画出すとめっちゃ伸びるらしいんだけど、僕ね全然してなかったんで、もうブームも過ぎたから終わったんだけどね。これは中国の話なんだけどね、全然関係ないけどね。中国国内では発禁処分の問題作らしいのこれ面白そうじゃない。そういうことだよね、多分韓国のやつと似てるような気もするし。これね町田光さんのテイストオブニガムシっていうやつなんですよ。テイストオブニガムシのこれ一巻なんですね。町田光のね中高文庫から出てるやつってね、告白があるんですよ。めっちゃ分厚い告白あるでしょ。で僕はね告白持ってるから、町田光の中高文庫集めるかって言ってこれ買ったわけで、テイストオブニガムシはこれシリーズで8巻まであんの。8巻めっちゃあるやんっていう話だけど、まあ、ちびちびねやっぱ集めていけたら集めていきたいなと思うんです。2冊残り2冊なんだけど、こちらですね、これね漫画、これ諸星大二郎の妖怪ハンター血の巻っていうやつなの。で僕諸星大二郎好きなんだけど、諸星大二郎ってなかなかもう100円で落ちてこないんですよ、基本的にもう高いんですよ常に。だからすごいよなと思うんだけど、これ100円でね文庫本だったけど売ってたから買っちゃいました。妖怪ハンターの第1弾らしいので、妖怪ハンターシリーズっていうのもあって、僕もそんな読んでないか分かんないけど、いっぱいね多分関数があるんですよ。でそれの、ね、第1弾だったんで、あ良かったなと思って買ってきましたね。諸星大二郎もね読んでいきたいなと思うんだけど。で最後ね、今回最後になりましたけど、こちらですね、これ江戸川乱歩の明智小五郎全集ね。いやこれね何がいいかというと、講談社の大衆文学館っていうシリーズなんですよ。これでこれは僕今集めてんですよ、大衆文学館。これ全100巻ですよ、全100巻、100巻で完結で、そのうち僕5巻持ってたんですよ。
で、あと95巻集めないとなと思ったら、これ売ってたの。で、これ100円だったの。と思って、やったと思って。しかも、江戸川乱歩だから、やっぱり、まあ、ファンも多いだろうし、まあ、明智小五郎って言ったらね、知らない人はいない名探偵ですからね。いや、これも当たりでしたね。今回ね、やっぱり当たり多かったよ。今回は、パート1ということでね。まあ、主に河出文庫だったけどね。まあ、続きはパート2ということでね。パート3までありますんでね。ということで、今日はおしまい。ありがとうございました。高評価、コメントね、チャンネル登録ね、よろしくお願いします。ありがとうございます。